お腹が気になる方は一緒に6回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの上級編ということで、腹筋全体、そして脇腹にしっかり効く、プランクアウトニーアップというエクササイズを紹介します。息をしっかり吐きながら1回ずつ行ってください。左右6回ずつ行いますので、合計15秒程度のエクササイズになります。今されているエクササイズに組み合わせて、腹筋の周りをしっかり引き締めていきましょう。では、紹介します。まず四つん這いの状態で、肩幅で手をつきます。そしたら足を伸ばして肩からかかとまでまっすぐ状態を保ちます。腰が反れないように、腰が丸まりすぎないように、ちょうどよくお腹を締めて体をキープしてください。足を上げて右の膝を右の肩につけるイメージです。膝の位置が下がってしまうと効きません。肘が曲がっても負荷が下がります。ですので体はまっすぐ、体に一直線で足を動かしてください。左右同じように動かしていきます。脇腹をしっかり締めるイメージで、膝と肩をくっつけてください。では今から6回やっていきましょう。1、しっかり締めて。2、膝を抱えながら息をしっかり吐いて。3、足が下がらないようにしっかり保って。4、肘が曲がらないようにキープです。5、しっかり抱えてください。ラスト6、お疲れ様でした。たったの6回、皆さんどうでしたか？これでしっかり効かない方は、お腹をしっかり締めてない、または腰が反れているという状態にあります。だいたい6回ぐらいでしっかり効かすことができますので、しっかりお腹を締めて、息をしっかり吐く、膝を肩にしっかり引き寄せる、足の高さを体のラインにまっすぐにさせる、そういった意識をしてエクササイズを行ってみてください。エクササイズをする際に何をしようか迷った場合、どの動画をしようかなって迷った場合はですね、一つのエクササイズを決めて、それを月水金とか、そういった感じで動画を選んでやってもらえたらと思います。もしくはランダムに自分が気になるエクササイズの動画をピッと押してもらって、そのエクササイズを行う、そういったのも効果的です。エクササイズをする上で何をしよっかなとか、何食べよっかなとか、そういった場合のストレスっていうのはとても体の変化を遅らします。できるだけストレスがたまらないように、考えないように、タートルのチャンネルでは動画のボタンをピッと押してもらって、その分を行ってもらう短編になってますので、そういった方法が効果的です。ということで今回は腹筋全体、脇腹にしっかり効くプランクアウトニーアップの紹介でした。やった方、勉強になった方はよかったらグッドボタンやシェアボタンよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。